皆さんこんにちは、エブチョルズ。以前に紹介したなんとおしゃべりジェームスと、まあ、ちょっと僕のあの、まあ、ちょっとプラレールにあんま興味ないもの、まあ以前はこれがありましたね。プラレール、ハローキティドリームトレインと、のせかや遊び傘セットですね。まあのせかや遊び傘セットは結構物が写真とは全然違いますね。まあ、これをどうするかというと、ヤフオクで、売りたいと思います。まあちょっともう一度なんでね、ちょっと確認していきたいなというふうに思います。今ハローキティの状態はめちゃすごい、ほぼほぼいい状態だし、でもフィーフィー以外は人形を欠品し、人形の状態も僕まあしっかりとクリーニングして結構綺麗な状態になりましたね。まあそしてそしてのせかや遊び方探せってもまあ確認のため開けていきましょう。ゴム切れちゃった。はい、イベント傘セット、イベント記念傘ですね。うん、これも状態は OK で、ちょっと郵便傘、まあこれもまあまあいいですね。そしてあとカートレイン、うん、トミカの状態も傷、目立った傷や汚れもなし、うん、これも OK。 そして冷蔵運搬、うん、これも OK ですね。まあこれをオークションで何円から売るかっていうと、そうですね、まあこの2セットちょっと1000円から売ってみたいなというふうに思いますね。でも無理、まあ本当は1週間やろう、まあ7日間やろう、まあ実は今日4日、まあ今日は8日ですね。まあこれは3月14日を終了日に したいなっていうふうには思いますね。1000円かな。でも果たして何円で売れるのか、もう本当楽しみです。まあこれはしまっておきましょう。結構箱はボロボロ、箱はボロボロですね。なんかちょっとクリスタル部分がやばす、結構ベロベロ、結構ボロボロになっちゃいましたね。よし、 OK。 それではまた6日後お会いしましょう。では出品。はい、あれから6日間経ちました。本日3月15日に撮影してて、もう14日の19時42分ぐらいに、なんとこの2セットの、ハローキティドリームトレインとのせかや遊び傘セットのなんと化学結果を、まあ、発表したいと思います。その化学結果はなんと2050円で売れました。本当にありがとうございます。いや、自分でもね、まさかこれが1000円から始めて2050円で売れるなんて、本当めちゃくちゃ嬉しいし、
それ自分にとっても得です。で定型外、それ定型外で送る、送って、まあそれで、まあ、あとは連、あと受け取りを待つだけです。あとは出品、あとは発送準備するだけですね。いやー、まさかね、この絶版プラレールがね2050円で2つ送れるなんてね、ほんとめちゃくちゃ良かったです。自分的にも出品して良かったなっていうふうに思いました。本日もご視聴ありがとうございました。バイ。